はい、こんにちは、ロボットのぞみです、今日はですね、このこの中を開けて、巨大な綿飴を作っていきたいと思います。前にもですね、綿飴作るやつをやったんですけども、今回は業務用の綿飴を買いました。だからこんなにでっかいです。前はね、これのね、8分の1ぐらいの大きさのやつで作ったんですけど、おこの綿菓子のね、こういうやつですよね。これ全部ボタンなんでしょうね。そしてここに入れるお砂糖のやつですね。ああ、ほんま。パワー。お。これが回っています。こんな感じで。バッチー！いってー！あ、そこまで痛くなかった。60分以上連続で使用しないでくださいって書いてます。熱暴走や故障の原因となります。買ってきました。おおおおおお、早っ早っ。あ、こうじゃないか。こう回すんだ、こう回すんだ。全然回らない。あ、おおおお、いや、おお、面白っ。あ、このぐらいでもこれ使っちゃうんですね。あ、なるほどね。部分の味と茶色くなった部分の味をちょっと比較してみます。柔らかい。うん、綿飴だ。ちょっと焦げの味がします。あ、ちょっと苦い。回すと周りにつくんだ、これ。なんかね、不時着した UFO みたいになってます。ちょっと整えましょうか。さっきよりはいい感じになったんじゃない、これ。ほら。なんだろうこの後頭部が青ざめたおっさんみたいになっちゃいました。うん、これなんかどう考えてもピエロじゃないな。で、これこの赤を外して、でここにつければ、あ、ピエロになった。ちょっとピエロになったっぽくない？ほら、これ綿飴アートですよ。もうちょっと上手い人がやればね、もしかしたら上手くなったかもしれないです。僕の美的センスはここまでが限界なので。目も病んでる。目病んでるよ、これ。
はい、ということでですね、まあ、今回業務用の綿飴で綿飴アートを作ろうっていう形だったんですけれども、ロボットのぞみ、いろんな360度の世界だったんですけれども、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter、Instagram、いろいろありますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。